さあ皆さんこんにちは。今日は令和3年8月20日、今日から緊急事態宣言が始まった群馬県、群馬の森、時刻は4時を過ぎたところ、午後4時を過ぎたところ、群馬県立近代美術館にやってきました。ライブがあってね、この辺が流れた後はもう雨が上がって1時間以上経ったぐらいかね、だいぶ暑かったんだけど非常に過ごしやすい、それほどムシムシしねえ天気でね、さっきまでの雷雨はどこへ消えてしまったのかと思うくれいな。あ、これ水が流れてる、ね、水が流れてるよ。大雨の産物だな。こっちから流れてくる、こっから流れてくるんだな。大量の雨が降ったからな。ということはこの上には上がんない方がいいかな。歩きましょう、ね、池のようになっている。馬の銅像、これはオスだね。オス、群馬青年ビエンナーレ、7月17日から8月22日まで、千のメルヘン、南恵子と同伴学たちと、そっちのね、歴史の博物館の今日はちょっと行く時間がねえので、こちらにね行きましょう。開館時間は9時半から5時で、月曜日から来月の10日まで閉館するということみたいなので、ちょっと確かな情報じゃないんだけど、さあじゃあ行きましょう。